青じそドレッシングから。おおうまい。いや青じそ9だから9。おおいい。そしてわさび入れたら、バーッ点満点中の本当に2点。誰ですか持ってきたのこれ。あんまだな。もう1出ちゃいますよ。レモン汁です。甘いのが続いたからね、うん、さっきのよりは多分打ち消してくれそうな、こんな感じで入れますわ。あくせえな。へえ、白くなった。あれおお、なんか期待が持てそうな、なんか変な化学反応してるんだ。レモン汁納豆いただきます。お、でも来た。もっと入れないと思うね、ガッと。タレ？出るところにいかないと。いや、匂いはすごくレモンのあれしてますよ。ムミ。もっと入れない。いやいや、酸っぱいですよ、酸っぱい。もっと入れない。わっ、あれ？わー、あれ？あれ？うん？あ、酸っぱい。あ、酸っぱい。どっち急に。あんま、あ、なんでだろう。タレを入れると急に酸っぱさが味がついたことによって、急に酸っぱさもなんか増してきましたね。あ、でも結構所長は酸っぱいの好きなんで、うん、あ、ありか、あり。うん、うん。あ、美味しい。美味しい。うん、あ、これは僕好きですね。あ、うん。もうお子さんにも勧められる感じ。お子さんは多分泣いて嫌だと思います。8。おお、高い。おすすめです。続いてはチョコレートソース。ボスです、ボスだ今回。うわー、もうちょっと胃が痛いな。おお、美味しそう、美味しそう。あ、いけるいける。色合いもいい。色合いはね、うん、チョコレートケーキみたい。若干多めでもいいんじゃないですか、これだったら。もう、なんでしょう、多めの方がいいと思う。うん、なんかこれはこれはむしろ多いよ。もうな、あなた方の言うこと聞いて幸せになったことがいい。ちょっとすごいな。粘りは粘りが、これもジャムのやつだ。ジャムのやつだ。ジャムパターンだ。なんか見覚えがありますね。デジャブかと思う。糖分かな。すげえトラウマだ。デジャブ。あ、匂いが甘い。だってチョコ好きなんだもんね。あ、甘い甘い。匂いはチョコ。本当だ。あ、ビックリマンのあの匂いがしますね。俺は期待できる。お、じゃあ。お子様にも匂いによってはあのウェファースの中に入ってるあのピーナッツ。おお、おいしそうです。確かに。ちょっとそれと思って、チョコレートソースいただきます。うまい。早いよ。お前顔に出すの早い。あ、くせえな。臭くて甘いのは初めてだよね。臭くて甘い、新鮮新鮮。あ、でもそれほど嫌じゃないかもしれないですね。味的にはチョコだけなの。もう納豆の味する。あ、納豆今してきました。今後からだいぶ遅れてきますね、納豆の、納豆のえぐみというのが。まあ、これはあのタレはいらないですよね、これだけで。タレはない。うわー、あれなんだろう、なんでしょうね、この糖分。糖分、やっぱ甘いやつはなんかこういう系固まるね、甘いのは。あ、甘い。それしかない、それしかない。いや、甘いです、今のところ全然甘い、ただの甘い。ただの甘い、納豆っぽくはない。うん、納豆っぽくないです。へぇ、いや、まだ来てない。まだ来ない。まだ来ない。まだ来ない。納豆遅い。納豆遅いね。まだ。まだ来ない。あ、まだ来ないですね。まだ来ない。あの、消えた？あれも来ないね。もう来ないんじゃない？納豆。来ない。来ない。消えた？まあ、用意して、リアクションは用意して。今来たみたいな感じで見たんですけど。来ない。どっか行っちゃった。納豆が。あ、じゃあチョコの勝ち。チョコの勝ち。あ、じゃあ点数的にはチョコの勝ちです。これはまあ4点ですね。おお。まあまあ。続いてはフリスクです。
やばそうですじゃないですよ、嫌ですよ、うん、やってる感じ出せる、カレー粉です。これ入れるんですか？違うでしょ、ちょっとこれだけ。